クライマックスシリーズ2007年のセントラルリーグクライマックスシリーズ第2ステージを開催した東京ドーム2007年のセントラルリーグクライマックスシリーズは2007年10月に行われた日本プロ野球セントラルリーグのクライマックスククライマッスシリーズは日本選手権シリーズ出場権をかけたプレイオフトーナメントであるセリーグが1950年に創設されてから初めて 行われたプレイオフである。中日が第1戦、第2戦を連勝し、2勝0敗で第2ステージに進出。第1戦、編集10月13日中日7から0阪神勝る川上敗、下柳本類が、中ウッズ1号、森の1号開始18時1分監修38、385人、時間3時間25分オーダー神 下柳は田辺久保田ダーウィン、橋本健中、川上石井鈴木久本岡本クルス、平井初回、中日が森野のウゼンダと打つの2ランで3点選手し、6回裏には森野の3ランなどで4点を追加。先発の川上は7回を飛安打に、無失点、2塁すら踏ませず、その後は6人の系投で、阪神を完封した。阪神は8回表、 満塁の後期を作ったが、無得点に終わった。第2戦、編集10月14日中日後から3阪神、マサル、中田杯、上園 S、岩瀬本類だ、中、李平慶1号開始18時監修38、275人、時間3時間14分投手紙、上園渡辺、神武作ボタウィリアムス中、中田小笠原岡本 S 岩瀬中日が、 第一戦に続いて初回に先制。中村治の敵地だと、李平慶の散乱で5点を奪った。中日先発、中田は請求に苦しみながらも5回を1失点に、まとめ、6回以降は3投手のリレーで逃げ切り、第3戦を戦うことなく、第2ステージ進出を決めた。阪神は、第一戦に続いて、先発投手が持ちこたえられず、攻撃も後手を踏んだ。 阪神は2003年の日本シリーズ第6戦からポストシーズン8連敗となった。なお、この試合で中日が小笠原を中継投手として登板させたことが、この後に行われた第2ステージの戦況に大きな影響を与えることとなった。中日が第 1S から合わせて5連勝でクライマックス世書大優勝に輝き、2年連続して日本シリーズ出場権を決定づけた。 クライマックスシリーズ優勝チームはリーグ優勝とは別の扱いとなるため中日はリーグ優勝をせずに日本シリーズに進出することとなりこれは両リーグを通して初の事例となった巨人はセリーグ優勝を達成しながらこのシリーズで一勝も上げられず敗れ5年ぶりの日本シリーズ出場を逃したなおこれらの結果を機に次の年の第二ステージは大幅に改変され リーグ優勝した球団に対するアドバンテージ採用に繋がることになった。また、2019年終了現在、レギュラーシーズン勝率2以下の球団が第2ステージを無敗で突破したのは、この年の中日、2014年の阪神、2019年のソフトバンクである。第1戦、編集10月18日巨人2から5中日マサル、小笠原杯、内海 S、 岩瀬本類だ。中ティーウッズ1号巨谷1号開始18時。監修44、232人。時間3時間48分中。小笠原石井鈴木平井岡本 S 岩瀬巨。内海西村のマ口林。角倉中日は3回表に四万塁から、谷重のタイムリーで先制し、続く4回表には、ウッズの2ランが出て、巨人の先発。 内海から4点を奪い試合の主導権を握る。巨人は5回裏の谷のソロ本塁打などで2点差に迫るが、中日は8回表に、岩田のタイムリーで再び突き放し、そのまま逃げ切り勝利。中日が白星先行で、第2ステージを有利に進める形となった。巨人の先発の内海は、レギュラーシーズンでの中日戦は4勝1敗と、高相性で、 唯一の黒星も名古屋ドームで起死したものだったが4回4失点と試合を作れなかった。なお中日の先発は第1ステージに登板のなかった山野井もしくは朝倉が有力とされていたが実際には4日前に行われた第1ステージ第2戦ですでに中継ぎで登板していた小笠原であり中3日での先発であった。谷と二岡以外をべて左打者で スタメン起用するなど、山の井か朝倉の右投手の先発を予想した巨人は、左投手の小笠原の先発に裏をかかれ、先制点を奪えず、先制された直後のチャンスで、下位打線に回った場面で、序盤にもかかわらず右打者への大打策で勝負をかけるも、すべて不発となる。するとその代償として、中盤から終盤では控え選手が足りず、 その選手を起用できる場面が限られるなどで作戦が立てられず、その展開のまま試合が終了することとなった。さらにこの試合では当初、山野井を先発で登板させる予定であったものの、山井が前日までに右肩通を再発させたため登板回避となり、事実上このシリーズでの山野井の登板の可能性はほとんどなかった。そして小笠原を中3日で先発で起用したのも、 当番回避となった山野井の代役による急遽の装置であった。しかしこの試合が終了した時点では、それが明らかにされておらず、巨人側は第2戦以降の先発投手の予想と対策において、山野井の当番の可能性を加えた形となり、負担が増すなど、第2戦以降にも少なからず影響を与えることとなった。こうしたことから、この試合での小笠原の先発は、 中日の戦勝を挙げたことのみにとどまらず、このシリーズの流れを大きく左右することとなった。第2戦、編集10月19日巨人4から7中日、マサル、川上杯、久抜き S、岩瀬本類だ、中、李平家1号巨ホリンズ1号開始18時、監修45、074人、時間3時間49分オーダー中、川上岡本 S 岩瀬巨、 木佐貫林西村、山口、門倉、豊田、上原、中日は先制された。直後の2回表、イバの敵地打で追いつく。4回表には、一、死一塁、打者、川上の場面で、バスターを観光し、これが安打となり、チャンスを広げ、荒木の敵地二塁打、岩田の儀飛で2点を挙げ、勝ち越す。7回表には、無視二塁で、中村、おさむが儀打を行い、李昭洋の野戦を誘って、 巨人守備陣のリズムを狂わせると、巨人は7回裏、ホリンズの3段で追い上げたものの、反撃もここまで。中日先発、川上は本調子ではなかったものの、援護点に恵まれて7回4失点ながらも、勝利投手となった。第3戦、編集10月20日巨人2から40日、マサル、中田杯高橋直恵岩瀬本類打、中 T ウッズ2号。 谷重一号巨二岡一号開始18時監修46、081人、時間3時間17分オーダー中、中田 SE は世巨、高橋直豊田、上原巨人が2回裏に、二岡のソロ本塁打で先制するが、中日が4回表、ウッズの散乱で逆転し、7回表には、谷重のソロ本塁打で突き放した。 中日先発、中田は8回途中までに失点の高騰。その後を受け継いだ岩瀬が、巨人の反撃を抑え、最終打者、木村拓也を三振に打ち取り勝利。中日は、クライマックスシリーズ無敗で2年連続となる、日本シリーズ進出を決めた。なお、この試合で、ともより正人と審判員が、通算2500試合出場を果たしている。衛星放送は、完全中継。 地上波の延長は文中に記載。第1ステージ放送日程、編集第1戦実況、解説を地域別に差し替え、第2戦、第2ステージ放送日程、編集第1戦第1戦を放送する10月18日は、この試合とは別に、テレビ朝日系列で、パリーグクライマックスシリーズ第2ステージ、日本ハムロッテ戦を放送した。プロ野球中継で2試合が、 全国ネットとしてゴールデンタイムに地上波2局が並んで放送することは現在は非常に珍しいケースである。第2戦、第3戦、第1ステージ放送日程、編集第1戦、第2戦、第2ステージ放送日程、編集第1戦ラジオ関西は翌日以降、通常番組を優先し、この試合のみの放送にとどまった。また、STB ラジオは、 パリーグクライマックスシリーズ第2ステージ、日本ハム対ロッテ第5戦を放送。第2戦、第3戦、この試合のみネットした静岡放送は、第4戦以降もネットする予定であった。1回戦は10月17日までに3試合消化できなかった場合、2回戦は10月24日までに5試合消化できなかった場合、2010年よりファイナルステージに解消。 前述のリーグ優勝球団に対するアドバンテージによる一杯分は除く当時は、クライマックスシリーズの予告先発はパリーグのみ実施され、セリーグでは実施されていなかった。2018年よりセリーグでも予告先発が実施されたため、先発投手が試合直前まで伏せられるといったことは、現在のルール上ではほぼ存在しない。原監督は試合終了後、 新聞を信じたのがいけなかったとコメントしており、巨人首脳人が小笠原の先発を全く予想していなかったことを述べていた。日本シリーズ終了後に初めてこの事実が明かされた。ありがとうございます。